いつもおかげさまです。東京にですね帰ってきまして、まあ、札幌のですね、0度だったとしてもですね最近寒さは全く感じなくなった、私ですが、今日ですね相場、スタート見ていましてですね最近すごく感じるのが背中がゾワゾワすると、こういう時どういう状況かというと、一旦ですね、世界的に株価ちょっと落ちる可能性があるのではないかというふうに感じています。アメリカのですね、状況を見てもですね、アメリカの、保護貿易主義の話であり、そして、減税についてはですねもう、材料は出尽くしましたから、今後ですねこれをきっかけにドルが上がっていくことももしくは株価が上がっていくことも難しいでしょうし、またアメリカ経済がどんどん良くなっているということでですね今金利をですね上げていくっていう、今週フォーマックもありますが、そのフォーマックの中でですね金利を上げていくような話もしていくでしょうし、そうなるとですねアメリカ株の下落で、それに付随した日本株の下落で、日本を見るとですね、森友問題見てもそうですが、ネガティブなニュースが溜まってきていると、いうことで今後ですね株価を上げていくようなその材料があまりにも乏しい、それを考えるとですね、一旦、下落する可能性が高いんじゃないかと、それに伴ってですね円高の方向に行く可能性も高いと思います。実際ですね去年末からですね日経平均だいぶ上がってきていましたけども、それでもですね円高に続いてきていたわけですから、これからですね本格的に株価が下落するとなれば、一気にですね円高の方向に行く可能性というのは高いというふうに思っています。その意味でですねチャートを見ていきますと、やはりですね一つ気になるのがユーロですね。ユーロ円月足見るとですねプラス1シグマ、そこで上髭つけて陰線転換してきました。こうなってくるとですね一旦ズドンと落ちる可能性が高いです。それに伴いですねユーロドルなんかも日足、予想通りダブルトップ作ってですね下に下落していきそうですし、週足もですねもうほとんど上髭もつけずに陰線転換してきていますので、先週安値超えてくればですね急落する可能性というのは十分にあります。なのでそこのですね下落はしっかりと取っていけるように皆さんチェックしておいていただければというふうに思います。で、今回はですね幼稚園の方にですね行きまして、娘のですね卒園式ということで日本に帰ってきて、出させていただきましたけども、非常にですね、感慨深いものがありますし、また心があったかくなるものがありますし、自分もああいう時期があったなというふうに思ったりですね、本当にこの、子どもたちの成長の速さ、そして、その人のつながりがですねもう4歳にしてできているということをですね考えると、本当にこの人間界というのは人のつながりでできてるんだなということを改めて感じました。先生がいて生徒がいて、そして保護者がいて、でもちろん来賓で来られる方もいて、そしてそれは国を変えると、ハワイの方にもそういう方がいてと、4歳ですがそうなわけですから、我々ですね私は37歳ですけども、本当に多種多様なつながりがこれまでできてきたということをですね、つくづく感じるわけなんです。そういったですねつながりということをですねまた本当に大事にしながら、本当にですね大好きで信頼できる人たち同士でですねタッグを組んでビジネスをしていく重要性、それをですね最近、特に感じますので、組む人そして組まない人、人生限られてますから、そういったこともですね自分が選ぶというよりは天が示してくれますから、その天意をしっかりとですね、見据えて進んでいこう、そういうふうに改めて思った次第でした。ということで、今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね皆さんの感想要望をですねコメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね3つぜひお願いいたします。それではこれからですねどんどん面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。